本日は草野球オープン大会最強リーグの試合の模様をお送りいたします。本日の相手はピースさんです。首都圏オープン大会で活躍されています。とてもいいチームです。本日の翔平 TV は先週まで連投が続いていたため絶不調でした。ノーアウト三塁のピンチでなんとかスライダーを振らせて三振、そしてキャッチャーが打者はアウトだと勘違いし、キャッチャーはわけわからん状態で、その隙にバッターランナーは二塁に走る、キャッチャー投げる、アウト。ランナーが一塁にいないので振り逃げとなり、バッターをアウトにしなければならなかったということですね。さあバッター高野さん、これはレフト前ですね。レフト前に打たれまして先制されてしまいました。そしてランナー二塁から次のバッターがセンター前に運び、もう1点取られてしまいました。これで2対0となってしまいました。そしてこれはピッチャーゴロですね。アウト。そしてお次のバッターがサードゴロとなりまして、ギリギリアウトとなりまして、チェンジとなりました。そして2回ストレートで空振りと、次のバッター高々と上がりましてファーストフライとなります。ワンアウト。そしてお次のバッターがセンター前に放ち、ワンアウトランナー一塁となります。そしてまずスライダーでストライク。ピッチャーゴロとなりましてセカンド投げアウト、一塁はセーフとなります。そしてのバッターが技ありのヒットでライト前ヒットとなります。ここで1点追加点を許してしまいまして3対0となってしまいました。そしてバッター高野さん、スライダーでまずは空振りと、でまっすぐでストライク。そしてセンター方向にいた打球は間を抜けヒット。翔平の心の中、今日ダメな日かと思いながら投げておりました。そして次のバッターがピッチャーゴロとなりましてチェンジと、で3対0となります。そして3回まずセカンドゴロでアウト。その後は調子を取り戻し0点で抑えていきます。ショートゴロとなりまして、お次がスライダーで三振と、そしてお次の回ですね、また粘ります。そこで内から真ん中に入ってくるツーシームで三振となりました。はい、こちらスライダーで空振りと、これもスライダーで空振りとなります。そしてお次のバッターまっすぐで三振と、そして最終回3対1でラストショートゴロでアウトとなりまして試合終了となります。結果3対1で敗北となりました。でもいいチームでした。ぜひとも再戦をお願いします。今回対戦していただいたピースさん、本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして試合後。不甲斐ないピッチング。いや、スライダーそうですね。いや、YouTube で見てますけど。いや、すげえ曲がり。曲がりが早いですからね。いや、スライダー多分狙われてるなと思って、あんまり。そうなんです。投げなかったんですか。だからですか。そうです。だからで。でも、いつよりでも肘が下がってたんですよ。あ、そうなんですか。まだ動画見てないなと思うんですけど、
どうしても平らなところで足場もちょっとひどかったんで、最初なんか探り探りで投げてましたよね。そうです、だからなんかそんな感じだろうなと思って、マウンドも傾斜があんまないから。そうですね、先週まではもう傾斜あるところだったんで、そうですね、バシバシ投げてたから、今日ちょっと、はい、正直体調悪いのかなと思ったんですけど、花粉症のぐらいです。あ、そうですか。でも多分マウンドがあれだから、多分合わせるのにちょっと微調整しながら投げてるんだろうなと思って、だからそこうちがどうにか、球が速いしスライダーもあるん でも広く見ていこうっていうのはあったんで、だからやっぱり思い切り振っても絶対かなわないっていうの分かってたんで、いや本当そうです。でもまあ当てるっていうか、もうコツコツ稼ぐしかないなっていうのあったんで。